はい、大島愛子です。今日はエリンギをですね、いっぱい買ってしまったので、このエリンギ使って何種類かのお料理を作っていくよ。じゃあまずエリンギをこんな感じに縦に切っていきます。薄く、これはバターソテーにするよ。バターソテーとめんつゆだけ。はい、これは輪切りに。大体 10g ぐらいね。ここにエリンギを入れます。でよく炒めておきます。お弁当にも良さそうだね。はい、ここにめんつゆを。入れて、水分が飛んだら出来上がり。簡単でしょ。はい、1品目出来上がりです。はい、フライパンもこのままでいいです。次にオリーブオイル、ちょっと多め。
んにく、これぐらいかな。で火をつけます。輪切りにした入れます。ニンニクの香りができました。同じエリンギでも切り方が違うと違うね、お料理に見えるので、あ、お料理じゃない、違う食材に見えるのでね、切り方工夫してください。はい、ここにトマト、出ないように中火にします。そして塩コショウ、用意してきました。でここにみじん切りパセリ、はい、出来上がり。はい、出来上がり。で、3品目このままいきます。はい、次はサラダ油もこのままいきます。さっきはオリーブオイル、今度はサラダ油って、油変えるだけでは要シューと変わってきますので、はい、ここにお豆腐一丁、でちょっとだけお水入れます。ちょっとだけね。で最後にほうれん草、お醤油、フリフリとふりかけ、ごまをサラサラっと、これで出来上がりです。
美味しそう。器に上手に流し入れて、ああいけた。おい、3品目。はい、これ15分でできました。それではいただきます。すごくない？これ15分で作ったって思えるね。では最初にちょっとこのトマトから、トマトとエリンギ、絶対美味しい。そしてこれね、バター炒めとつゆだけ。これお蕎麦の上にのせたい。保存も効くよ。そしてお豆腐、ご飯の上にかけると絶対おいしい。そしてね、これね、鮭なんだけど、北海道によく売ってるんだけどね、ハラミって言って、鮭のお腹のところなの、一番油が乗っかってるところのね。鮭の油はね、記憶力を良くしてくれるのよ。プリプリ、エリンギ3品でした。ではまた別の動画でお会いしましょう。美味しい。